はい、今回新型ボクシーのハイブリッド車で全車速のクルーコントレイントレーシングの方ですね、使ってみようと思います。今は軽自動車に追従してますね。時速80にセットしてるんですけど、でこういった場合は設定速度まで徐々にスピードが上がっていって、前のトラックも80近く出してるんで追従もできますね。で時速78ですね、走っています。でこういった場合は前の軽油も89以上出してるんで設定速度の78もですね走行していて、マイナスで長押し5キロで長押しプラスで5キロ加速して、これが73とかだったら75になって、それが73かマイナス長押しで79ですね。で次は車間距離、これが一番車間距離が取れた状態で、で1段階下げて、で徐々に車間距離が縮まって、で2段階目で一番これが車間距離が短い状態ですね。一番車間距離が短い状態でも一定の距離感はあるんですけどね。でもう一回押すと車間距離が一番取れている状態に戻って、戻るレスポンスがちょっと遅いですけどね。これが一番車間距離が取れている状態ですね。電動パーキングとかオートブレーキの方も標準装備化されてるんで、ハイブリッドに関してはエアロしかなくて、上級で SZ で安い方でも SG ですからね。ハイブリッドに SG ってこともあって、やっぱ静粛性とか遮音性に関してはこのエアロっていうか、ハイブリッドの方ですね、ガソリン車と比べたら優秀なように感じます。でこういった乗り継ぎの際もこういった時も特に乗り心地は悪いといった感じはなくて、うまくいなしてくれてる感じはしますね。ガソリン車より重量が重たいってこともあって、乗り心地に関してもガソリン車よりは優秀に感じます。乗り心地、静粛性、エンジン音はもちろんですし、ボディ剛性が高いように感じますけどね、ガソリン車より。遮音材に関してはガソリン車より多く使われてるんですけど、前乗ったのがノアの標準仕様なんですよね。標準とエアロの違いもあると思うんですけどね。もちろんね、に関してはこちらの方がハイブリッドですし、ガソリン車の方が2リッターで、ハイブリッドの 1.8 リッタープラスモーターの THS2 ですよね。さっき合流地点で加速してみたんですけど、加速に関してもハイブリッドの方がですね優秀となっていて、モーターの力が加わるんで、でオートでヘッドライトが点灯して、基本的にはリフレクター式の LED ヘッドライトなんですよね。ボクシーに関しても確か SZ でメイクオプション設定あったと思うんで、 SG の方はメイクオプション設定すらないんですよね。ノアに関しても標準仕様 Z とかエアロ仕様 SZ ですね。ボクシーに関しては SZ と SG しかないですけど、プロジェクター式 LED ヘッドライトに関してはもうメイクオプション設定も
SG に干渉ないんで、シーケンシャーとかも SG の場合つけないですよね。あとはオートレベリングとかデイライト関係ですよね。そのプロジェクター式の方でつくもの、まあ、ボクシーに関しては SG の方もエアロですし、インパイとかシート表現つくのも高いですけどね。前のトラックに追従したままで70キロぐらいですね。60キロ前をして60キロ下回ってきて混んでるのか、ボクシーって仙台クルコンありましたっけ。まあ、クルコンがあったとしても全車速ではなかったと思うんですけどね。まあ、こういったコーナリング内でも車線の方はきちんと認識していて、ステアリング補助の方ですね、効いている状態です。まあ、レーントレーシングの方も優秀で、操舵性も、まあ、全長 4m70 近く、 4m69.5、 車は 1m73 で、前方が高鳴って1m19.5、まあ、全長一緒でシャーバと前方が、まあ、先代に加えたら3代目は中継に加えたらサイズアップしてるんですけど、まあ、横揺れとかもそこら辺は別に不満に感じるとかないですね。まあ、直進性も、まあ、直進性も安定しますし、街中でも特段先代に加えても今足がしにくくなったっていう感じはしないですし、はい、今回新型ボクシーでクルコンとレーントレーシングの方を使ってみたでした。